すでに勝ちは見えておる。お仕事お仕事。徳川方に寝返った長篠城は捨ておけん。ごもっともなれど、信長ここは軍を一時引くこと。信長来着前に、いや、信長織田方の兵は4万近いとのことです。しかるに我が方はいかに数が多かろうと、もはやくどくどと。勝頼様のおっしゃりを心強くはあるがな。兄上、あれほど固くならお姿を、信任厚いお主の言葉なら。はい。勝頼。父上の最後。はい。ここまでか。父上、そんな。情けない子。はい。正幸。はい。父上。親方様。形勢不利であったが、戦わずに武田の誇りのため戦う。勝頼様、しかし今瀬峠でも不況であったが、私とお前で乗り越えた。信長本隊到着前に。正幸、援軍が近いと知れば敵の士気が上がる。ああ、はあ。はい。あ、頼んだぞ。は、されば。そうだ、たとえ勝頼様。城に近づけてはならん。ここは策を用いる。おい、そもそもあそこの武将を捕まえて。がっつり承知です。忍びの手間にご覧あれ。徳川のご家来に伝令。本隊到着まで決して動かぬよう。長篠の皆さん、それで大丈夫なんですか。うまく騙されてくれたか。人の良いことだ。なぜ援軍は動かぬのか。かくなる上は撃って出るしか。開門。後期、私に続き長篠城を落とすのだ。やはり勝頼様は気負いすぎておられる。この判断が誤りとは思わぬ。もとより数では我らは不利である。当初の目論みで長篠城に狙いを絞るのが上策である。あの鳥でなんか嫌な感じ。決勝打ち取った。
やすい。モノノフだ。ナオトラ、何をしている？カイボン！徳川の援軍が我らの背後。急ぎ撃破し、勝頼様をお守りせよ。しての敵の忍びか。これは大元を叩くべきだ。これもおまけでさ。敵将打ち取った。敵将討ち取った。ひるむな。守りを固めて迎撃せい。長篠城のみ。マサユキ、何を勝手な。長篠が落ちれば待たせておけ。徳川も引かざるを得ません。順序お間違いあるな、勝頼様。よくぞ歓迎した、マサユキ。みんな長篠城へ向かうぞ。向こう限りなし。敵将討ち取ったり。ここまでは容易い。出番。こちらで全軍の指揮を。囲まれた。敵に援軍が来たんじゃ。もうひるむな。囲みなど打ち破ればよい。突撃せよ。無様の突撃などいたずらに避難を増やすだけ。今の勝頼様はやはりどうかしている。行くぜ。
連携の取れておらぬ増援など括弧に撃破すればよろしい。正幸の申す通り、武田の団結を見せつけよう。見事、あっぱれなもののふだ。ここまでだ。回り込まれたか。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。かなう相手ではなかったか。救援要請したい。主によく似て面白みのない忍びだ。うちの忍びを見習うがいい。ありえの城は陥落。寸前、戦意は下がるばかりだ。リードも、ここは引くべきかと。皆さん、撤退してください。私は、敵の大将を撃ってきます。開門。これほどまでに鉄砲を備えているか。織田軍は物資ということか。もう遅いわ。すでに貴様らは織田の兄との仲に。モノノフだ。このままではまずいか。さすがは親方様ご推薦の忍びであるな。任せておけ。ここまではたやすいな。織田の大軍が間近に迫っております。間に合わなかったか。勝頼様、一時体勢を立て直しましょう。
信長が来たか。まさか。愚策です。マサイ、何？信長本体到着前に長圧倒的な兵力差、しかも相手は臆したか。正幸、勝頼様こそ。今のお姿を。やめよ正幸、無礼であろう。直ちに出陣いたします。ああ、勝頼様。もうよい正幸。兄、案ずるな。しかし、どのような。正幸、兄上。